ハワイアンっていうか、なんか海にいそうな感じの人をなんかイメージしました。ベアグラスさん、こんばんグラス来てくれてありがとうございます。ケングラスさん、こんばんグラス。前が上タコグラスさん、こんばんグラス、楽しみにしてました。あ、ありがとうございます、来てくれて。こんばんグラスりっちゃんさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。おにグラスさん、こんばんグラス。はるなつさん、こんばんは。まささん、こんばんは。りっちゃんさん、鼻かわいい、鼻冠つけました。ティリン。すーはさん、こんばんグラス、鼻冠かわいい、あ、ありがとうございます。すっごいなんかピンクのお花がいっぱいついてます。GTO さん、むにちゃん、こんばんは、あ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。梅さん、こんばんグラス。青い組さん、こんばんこ、わんばんこかこんばん、うん、あ、反対から読むとこんばんは、わんばんこ。GTO さん、今日も来たよ、ありがとうございます。もう明日が最終日。春日井翔さん。春日井翔グラスさん、むにちゃん、こんばんグラス。りっちゃんさん、鼻かわいい、鼻かむりです。バスタウエンジ、お兄ちゃんさん、かわいい、今日も頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。春日井翔グラスさん、今日は特に女の子して特に女の子してるね。そうですか、ピンクばっかり、ここもピンク、ここもピンク。梅グラスさん、明日が最後だと寂しいかな。寂しいね、かなり。でもまだ合計、明日の時間を回したらあとちょっとしかないんですけど、まだ明日まであるので応援よろしくお願いします。アイリーさん、こんばんは、今日も来てよ、あ、ありがとうございます。明日までぜひ見てください。カビゴンさん、あ、来てくれてありがとうございます。今日は何生誕祭、何それ生誕祭ですか、誕生日じゃないです。おーちゃんさん、こんばんは、今日は
セレブファッションかな。なんかハワイアンなイメージです。ここだけ。ニセグラスさん、仕事の電話で出遅れた。こんばんグラス、あ、お疲れ様でした。来てくれてありがとうございます。こんばんグラス。ケングラスさん、寂しいグラス。寂しいグラスです。あの、明日でもう終わっちゃうので、なんかあっという間でした、ショールームのこの期間。まもるさん、こんばんは、来ました。あ、こんばんは、ありがとうございます。ニセグラスさん、明日見れないグラス、明日最終日なのに。じゃあ今日じっくりとゆっくりしてってください。まもるさん380、あ、これあの人数を教えてくださってるんですよね。ずっと分かんなくてすいません、ありがとうございます。カビゴンさん、今日劇場では松本しか子さんのなんだったっけ生誕祭ごめんなさい、生誕祭やってます。今日誕生日かな、じゃあ。松本ちか子さん、おめでとうございます。アイリさん、洋服とってもとかわいいね。エメグリです。エメラルドグリーンのスカートです。あとここになんか鍵のネックレスつけました。あ、有本さん、こんばんグラス、あ、こんばんグラス、あの推薦コメントありがとうございます。読みました。藤原紀夫さん、現在2006年7月16日生まれの子が48グループ最年少、つまり合格したらムリちゃんが最年少。でも、あの、でもそんなに変わんないです。あの9月5日なので2ヶ月ちょっとしか変わらないかな。2ヶ月ちょっとか。ベアグラスさん、ハワイアンならサングラスも必要グラスね。サングラスあまりそう、部屋の中からつっちゃう。これしかない。てれてんてんてんで、わ、はえ、はえ、ちゃんちゃんちゃん、フラダンス。まむるさん、なんなコメントしてみました。今日は何まで続くかな。あれ、どこまで、にしさん、かわいい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ピンクの花冠。エガグラスさん、こんばんグラス、こんばんグラス、ありがとうございます、来てくれて。おーちゃんさん、生誕祭48グループ坂道グループは誕生日近いとファンの、うわ、ファンの皆様がお祝いします。そうなんですか。生誕祭って言うんですね。生誕祭、誕生日のことを知らん。
まほるさん、464、あ、人数ありがとうございます。りっちゃんさん、寂しい、うん、明日で終わっちゃう。ふるふるさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こうていさん、むりちゃん、やっほーやっほー、来てくれてありがとうございます。あ、ニセグラスさん、タコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。タコの真似。タコの真似、ありがとうございます。ケングラスさん、かわいいグラス、ありがとうございます。ベアグラスさん、今日もおしゃれグラスね。ピンクばっかり。でも最近はちょっとだけ、あの黒の服にもあの挑戦しだし始めました。あの来年中学生なので、あのちょっと、ピンク着てたらやばいかなって思ったので、ちょっと挑戦してます。梅グラスさん、今日はお姫様みたいグラスね。そうですか。でもここは巻いてもらいました、ちょっとだけ。鬼グラスさん、今日も可愛いよ。あ、ありがとうございます。むりちゃん、お花の冠かわいい、ありがとうございます。お花の冠、ピンクの花の冠。おうちゃんさん、藤沢さんかな、藤沢。ママも間違えてるし、ありがとうございます。すいません。ケングラスさん、みんなグラスメート。そうですよ。ベアグラスさん、最年少はポイント高いグラスよ。そうなんですか。グラスさん、グラスちゃんは、ハワイ行ったことある？ないです。でもママが前オーストラリアに、あのまだ私が生まれてない時に行った時に、あのすごい楽しかったって言ってたので、あの行ってみたいなって気はするんですけど、飛行機の落下が怖い。でも一回飛行機乗ったことあるんですけど、急になんか斜め向いたりするから、なんか落ちないかドキドキするから、外国はあのハワイとかもっと遠いから、ちょっと飛行機が怖い、まず。落ちちゃったら怖いから。コーティーさん、はい、は、髪丸めて吐き落としちゃえ、ハエは、あ、ハエ、髪丸めて、どこに、そう、ずっと前から生きてます。この部屋にずっといる。逆に案外すごい、勝っちゃおうかな。ひっ、川川さん、むりちゃん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。有本さん、50カウントしました。あ、ありがとうございます。カビガンさん、生誕祭わかんないか、誕生日をお祝いすること。生誕祭。あ、カビゴンさん、タコさん、ありがとうございます。5個もタコさん、ありがとうございます。でもタコさんもらったのにプッてしちゃダメだ。ありがとうございます。
ケングラスさん、お誕生日会だね。生誕祭はお誕生日会と一緒なんです。生誕祭、お誕生日会。ありがとうございます。 GTO さん、明日で終わりなの？そう、明日でもう全員このオーディション受けてる人全員もう終了です。ショールームが守るさん、星投げました。あ、ありがとうございます。星はないな星全然違ったおばちゃんさ、生誕祭覚えた方がいいかな了解ウォッチ土屋美さん、むりちゃんこんばんは。あ、来てくれてありがとうございます。今日の夕食はアメリカンビーフの和風ステーキでした。美味しそう。なんかすっごいいつも美味しそうなの食べてるんですけど、それって自分で作るんですか今日のファッションはドールみたいで可愛いです。ドール人形本当ですか？ありがとうございます。パピゴンさん、生誕祭ではファンの人がいろんなお祝いをしてくれるよ。おお、楽しそう GTO さん、むりちゃん合格したら通知来るかな？え、通知ってない。あれ、よくわかんない違うさ、今日もかわいい。 ありがとうございます。これ続きが載ってない。タコさんくれた人、マスク途中がと続きが載ってない。続きの名前がマスク猫グラスさん、タコさんありがとうございます。足が生える、ムニタコですありがとうございます。たこ焼きさん、兄弟さん、明日で終わりだけどちゃんと来てくれた人の名前とか覚えてる？握手会で覚えていたよ。うん、でもメモってあるから多分大丈夫だと思います。了解ですあ、皆さんに教えてもらったミスチルもう覚えてますよ名前じゃないんですけど、最初ミスチルは私このショールやって中ではミスチルって言われた時にアルミホイルかと思っちゃった終わってからママに教えてもらったんですけど、歌手の人らしいです。アルミホイルにありそう、なんか名前が栗お姉さん、髪の毛しばらく伸ばすの？でもショールームやる前までは、前まではっていうか、やる前の、あ、はい、やる前の1ヶ月前、もっとか、9月ぐらいまではもうちょっとあったんですけど、10センチから15センチぐらいバサリとかなり切りました。あ、20センチ切りました。もうちょっと長かった。カビガンさん、お母さんも今日もいい髪型。うわ、なにキモやだお母様今日も髪型いい仕事です。だってあで有本さん、昨日推薦コメント書きました。あ、読みました、ありがとうございます。あ、土踏みさんも推薦コメントありがとうございます。うわ、びっくりした。うわ僕は明日ステンドグラス教室から帰ったらすぐに配信に来ますね。あ、ありがとうございますまもるさん、なんとなくコメント しました2 また2だ。昨日は8ぐらいまで行ったっけ
梅グラスさん、飛行機怖くないグラスよ、飛行機もグラスメイト友達。でも飛行機落ちちゃったら怖いんですよ。おーちゃんさん、グアムは近いよ。とベアグラスさん、エコノミーグラスね。エコノミーってなんか聞いたことある。何ニセグラスさん、花冠は作ったの？いや違います。売ってたやつを買いました。ベアグラスさん、お誕生日会、生誕祭。お誕生日会、あ、ノーノー。梅グラスさん、了解ウォッチ、了解ウォッチ。ニセグラスさん、了解ウォッチ使いこなしてる。ベアグラスさん、こんばんグラス、今日もムニちゃんかわいい、ありがとうございます。おーちゃんさん、ジェネレーションギャップ感じた30代。ケングラさん、マジ犯罪っていうグラスよ、マジ犯罪。わからん。おーちゃんさん、ミスチルね、ミスチル。ずっと初めて聞いた言葉で思い浮かべたのがアルミホイルしか出てこなかった。ルイちゃんさん、今日はどんなコーディネートなの、見せて。めぐりのスカートです。こんな、あ、でもあ、こんな感じです。今日のコーデ。カジゴンさん、一周回って、エアコンつってるよ。ありがとう。こんな感じです。エチゴグラスさん、こんばんグラス、今来たグラス。あ、こんばんグラス、来てくれてありがとうございます。まもるさん、1001、あ、もう1000人超えました。ありがとうございます。おーちゃんさん、グアムは約3時間。うわ、でも車で東京行くより行くぐらいと同じ時間。え、だって車で東京ってさ、あ、5時間か。それよりも近い。まもるさん、なんとなくコメントしてみました。3、3。ベアグラスさん、飛行機もオーディションも、ムニグラスちゃんは落ちないよ。おお、うまいこと言いますね。でも、あ、映った。映った？映った？行っちゃった。え、コメントが消えちゃった全部。あるよ。え、一瞬消えた。一瞬というかかなり消えた。ベアグラさん、飛行機も、あ、これいいよ。カビゴンさん、車の事故より飛行機の事故のが断然少ないよ。あ、なんか聞いたことあります。なんかお友達が言ってたのは、これはなんかちょっとあんまり信じれないんですけど、なんか飛行機が落ちる確率は宝くじが当たる確率となんか同じって友達が言ってました。もうちょっと高いような気がするけど。梅ガラスさん、ママグラスもおじちゃんが来たらよかったのに。何？
次受ける年がりっちゃんさんゲームとかする、あ、スイッチをします。スプラントゥーンとマリオカートしかカセット持ってないんですけど、あのどっちかって言ったら私はマリオカートの方が好きです。でも弟はめっちゃスプラントゥーンにハマっててずっとやってますでもマリオカートはなんかスプラトゥーンはスイッチが2個ないとみんなでできないんですけど、マリオカートは1個スイッチあったら2人最低でも2人は最大か2人でできるのでマリオカートの方が好きです。ハトグラスさん、はじめまして、ハトグラスです。あ、はじめまして、来てくれてありがとうございます。62番の小学6年生の12歳です。身長は157センチで、少しだけキッズモデルをやってます。こんな感じで、ああほ、こんな感じでやってますカビマさん、ジェネレーションギャップ、年の差がすごいよって、あ、そういうことか、あ、だから30代って、あー、そういう意味ですねりっちゃんさん、アイドルみたい、今日も可愛いね、あ、ありがとうございますあ、もうここから映ってるよ、ありがとう。エチゴグラスさん、おかえりなさい。そう、なんか途中で消えてた偽グラスさん、更新したら治るかも、更新カズマさん、消しちゃダメだよ。いや、消してないですよ勝手に消えてた、なんか前も あったんです。たこ焼きさん、兄弟さん、今日の全身コーデをお願いします。へい、了解、ウォッチこんな感じです。あれ、どこまで行った、マスク猫グラスさん、ママグラスオス、どうもはダースさん、ムニちゃん来たよ、あ、ありがとうございます。まもるさん、入り直しました、あ、なんか途中で消えちゃってました、すいませんケングラスさん、むにちゃん大好き、むにん、むににん、むににぃって、何それカビガンさん、ツイッターにむにちゃん載せてみてよ、あ、ありがとうございます。ツイッター、鳥さんのマークのやつ、あー、わかります、わかります、ありがとうございます。まもるさん、なんとなくコメントしてみました、 4! 昨日の半分青いゲンさん、私服がステージ衣装みたいでいいね、私服がステージ衣装みたい、あー、これがステージの衣装ショボーンさん、初見ですし、小学生か、そうです、初見、はじめまして、小学6年生の12歳の62番です。あだ名はムニグラスですムニちゃんかムニグラスって呼んでください。157センチあります、身長が、スタイルに自信があります。小学生です
普通にランドセル背負って行ってます。おーちゃんさん何個か抜けてるよコメント。え？え？こっちには映ってない。映ってる？どこ？あ、読んだ気がする。あ、ここから。ニセグラスさん、ジェネレーションギャップ世代が違って話がかみ合わない的な、あそうかも。エチゴグラスさん、ママグラスさんもこんばんは。いつもありがとうございますだって。こんばんグラス。藤くんさん、かわいい。あ、ありがとうございます。もう飛ばしてないかな。あの、教えていただいてありがとうございます。GTO さん、モニちゃん、かわいい服だね。あ、ありがとうございます。ピンクの服。戻ってきたグラス。あ、ありがとうございます。途中で消えちゃった。モニちゃん、かわいすぎる。あ、ありがとうございます。嬉しいです。消防処方音さん。大声ダイヤモンドの頃のジュリーナを思い出した。あーやだー。やん。嬉しいです。でもジュリーナさんも6年生の頃に入ったんですよね。神野さん、お母さんもカメラマン大変ですね。いやいやいや。ディアグラスさん、ムニグラスピ、ムニグラスピピ。ニセグラスさん、また仕事に戻るグラス、明日見れないけどまた会えるの信じてるグラス、推薦ごめんで書くね。あ、また会えるのを信じてます。なんかやばい。ありがとうございました。やばこれ。落ちたらやばくない。頑張らないと。モニグラスちゃんすっぴん、あのここちょっとだけ引いてます。なんか自分でやったらビってすごいことになっちゃった。さ、春日井翔さん、ツイッターにも応援メッセージ書いて、わ、ありがとうございます。ツイッター、あの青い羽の鳥の。ハキハキしてるの、あ、ありがとうございます。ハキハキ。合言葉はグラスメイトだね。そうですね。あ、ニセグラスさん、タコありがとうございます。ありがとうございます。あれ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 、カビオさん、最終審査歌とダンスなんですね。練習してる。練習してます。歌のレッスン習ったり、あの家でダンスの練習したりしてます。でもダンスはもうやめちゃったんですけど、あの家で今すごい勉強してます。アドバイスをいただいた振りを、あの大きく踊れるように練習してます。グラビアアイドルの中村静香さんに顔立ちが似てると思います。中村ちょっと調べときます。
ありがとうございます。まもるさんなんとなくコメントしてみました。5、あ、もう7時6分なのに5も言ってる。ふるふるさん、さすがキッズモデルちゃん、美脚、あ、ありがとうございます。頭の鼻はが素敵ね。あ、ありがとうございます。りーちゃんさん、同じソフト両方持ってる、スイッチ私も好き。あ、同じマリオカートとスプラントゥーン。あ、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 両方楽しいですよね、スイッチ。やだ。でも嬉しいです、ジェリナさんとあの同じくらいの年、今は違うんですけどね。これから美人になる未来しか見え、え、ありがとうございます、超嬉しい。神山さん、画面に向かってマリコ様って叫んでみて。マリコ様。マリコ様。アイティさん、今日学校何したの？今日学校また理科の実験と算数の中間まとめテスト。算数のテスト勉強はあのちゃんとしてったので自信あります、結構。でも裏の問題、文章問題があのちょっとやばいかもしれない。でも表はあの100点いけるかなっていう感じはするんですけど。楽しみです、結果。あと理科の実験しました。あのアンモニア水とかあの食塩水とか石灰水とかのなんか火をつけて蒸発させてなんかどうなるかみたいな。アンモニア水の匂いめっちゃ臭かった。なんか先生が実際のじゃ匂いが分かんないからって言ってめっちゃでっかいビーカーを持ってきて、なんか匂い書きたい人だけ匂い書いてって言われて、匂い書きたかったので書いたらもうやばい、めっちゃ臭かったです。これから美人になる未来しか見えません。 ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。おうちゃんさん、足ほんと綺麗だよ。 ありがとうございます。キャングラスさん、みんなの札丸めてオーディション会場持ってくといいよ。あ、確かに、あの画用紙に貼ってその画用紙を折って持ってくといいかも。やば、いい考え。ありがとうございます、お守りになりますね。合格間違いなしだな。センター目指して頑張ってください。バイビーバイビー。明日もぜひ来てください。ありがとうございます。名札だましで合格グラス、そうだそうだ。グラス。グラスメイトがある。違うグラス、モニグラスちゃんなら大丈夫だよ。ありがとうございます。まもるさん19時6分、あ、ありがとうございます。すーままさん34。ん。おーちゃんさん、中村静香さんグラビアアイドルの近頃は女優です。そうなんですか。カビガさん、ムニちゃんの生誕祭の時は花冠を用意してあげたいな。ありがとうございます。嬉しい。カビガさん、大声ダイヤモンドの CD の写真、ジョレナさんがマリコ様って叫んでるところだ。大声ダイヤモンド、あー、なんかわかる気がする。モンド、マリコ
ちゃんさん、ではではまたね。あ、また明日お待ちしておりますこの皆さんにちょっと見てもらいたいものがあるんですけど、あ、そんなにあのあれなんですけど、あの学校でやった書写コンクールで特選じゃなかったんですけど優等をもらいました。賞状ちょっと隠してあるんですけど、優等の、あの賞状をもらいました。あの毎回あの4年生が入選、5年生が優等、4年生、あ、じゃ違う、3年生入選、4年生が優等、5年生が入選、6年生が優等。でも弟もあの入選選ばれてましたあの書写コンクールの習字の方であの選ばれました。あのこの前見せた、あれどっか行っちゃったけど、この前見せたあの銀河の星の、あのこの前見せた、これはあの違う、なんかもうちょっともう一個あのうまい方出したんですけど、これのこれがあの書写コンクールで選ばれましたお、パチパチパチ、すごいね、すごい、あ、ありがとうございます。優等グラスね、うーん、あの最後だからあの6年生だから特選取りたかったんですけど、クラスにもう一人すっごい うまい子がいて、あの一番親友の子がすっごいうまくて負けちゃいましたすごいうまいんですよね、すごいマーベラス、マーベラスすごい、ありがとうございます。次回上手グラスね、おめろ、おめでとうかな字が、うん、1年生から習ってるので、でもあのその親友の特選取った子は幼稚園の時から習ってるので、保育園の頃かなから習ってるので、あのもう6段とか言っててすっごいって思いましたいつもその子に負けちゃいます、特選取られちゃったパチパチパチ、うまグラスだねありがとうございます、おめろうおー、めちゃくちゃすげーありがとうございます。こんな感じです。でも去年はあの入選に下がっちゃってすごいがっかりだったんですけど、今年優等でした。本当はあの特選が一番良かったんですけど、でもまだ取れただけ良かったですあの一緒にあの習字を習ってる子、あの本当に一緒に初めて一緒に習字を習ってる子で、あの毎年一回も選ばれたことなくて、なんかすごい、なんかその後どう話していいか分かんなかった無理暮らしちゃんのかわいさ、すごいかわいさ、何さ、すごすぎるやろ、あありがとうございます。でもあのすごい習字は好きですすごいね、字綺麗になるとこれは武器になるよ。あ、そうなんですかでも私のお友達がもうあのなんか段よりすごいところにもうなんか行くとか言ってて、すごいって思いました。字の上手さは勝ち、字の上手さはうん難しい、なんかこの前も言われましたでもでも字を書くのはそんなになんか嫌いじゃないです、すごい楽しいですあ、ケイスケグラスさん、花束ありがとうございます。ケイグラスさん、ママグラスさん、いつもおつグラスですあ、どうもどうもって、すごいお風呂入っ、お風呂とか一緒に入るときにすごいみんな優しいねっていつも言ってますじゃあ、今日もなぞなぞ第2弾このなぞなぞ、また今日はちょっともうちょっと難しいの
あの出すんで、みんなすぐ答え入れちゃうから、もうちょっと難しいの出すんで参加してください。すごい、なんか、じゃあなぞなぞいきます。1問、第1問、じゃらん。逆さまに言うと6回もぶたれるものなーに。めっちゃむずいこれは。あ、マスクさんこんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。今なぞなぞやってるんでぜひ参加してください。逆さまに言うと6回もぶたれるものなーに。いや、絶対は答え早。これは簡単。あ、本当？本当ですか。まもるさん、また入れ直しました。あ、謎謎やってます。今あやりさん、夜ご飯何を食べたの。夜ご飯は何だったっけ。あ、カレー、カレー3杯食べちゃった。すごくない？ 3 杯ですよ。じゃあもう一問、ちょっともっと難しい。あ、これはいけるか。わ、まもるさん。なんとなくコメントしてみました。7。名古屋のボルトって呼ばれてるぐらい早いのね。お、すごっ。梅倉さん。じゃあ第2問、じゃらん。いつもぼーっとして水の上で人が来るのを待っているものなーに。これ難しいんじゃない？結構。ボート、あ、早い。もう肩入れれちゃった。早っ。すき。早いな。早い。早い、みんな。一番早かった Y さん、早い。もうちょっと。もうちょっと難しいの。じゃあ、あ、これ難しいかな。あ、簡単かな。洋服屋さんに売っている本ってなーに。洋服屋さんに売っている本は何でしょう。これは難しいかも。皆さん、洋服屋さんに売っている本です。難しいかも。難しいかな。でも点々がつきます、最後に。いや、最後じゃない。3文字で真ん中に、最初と真ん中の、あ、早い。ズボン正解。早い。すごっ、皆さん早い。ズボン、そう、ズボンです。蒲田のボルトなんで。早っ。ズボン早い、皆さん。じゃあラスト。ドボン。
ズボンですなんでズボン、あの洋服屋さんはズボン売ってますよね。ほんで本だからズボン、んちょっとこれ なんでだろう、本ズ本ズボン、ズで最後にボン、最後にまあ点々抜くと本だからだと思います多分全然よくわかんない。あ、これはいけるかも。じゃあ最後ラスト問題、じゃらん。靴なのに殴られてしまいそうな靴ってなーに？靴なのに殴られてしまいそうな靴ってなーに？難しいかも。あれ簡単かな。あ、ブーツ、はい。ブーツある。ブーツとか。早っ。すぐ分かっちゃった。ブーツ、ブーツ、ブーツ。あ、まもるさん、24121。あ、ありがとうございます。人数。あ、皆さんありがとうございます。早いね。皆さん早い。あのブツブツだからブツ、あの殴られるっていうのはブツっていうのでブーツです。これでなぞなぞを終わりますピンポンパンポン。谷川さん、グラスメイトには2つの意味があります。1つはムニちゃんのサングラス配信、もう1つはみんなのルーム名が、あのここの名前がグラスがついてるからちょっと違う、わかんないボルトたくボルトたくさんいたグラスね自分長いのボルトなんでボルトってあの足が速い黒い色が黒いドドドドドっておっさんずにはむずい、え、そうですか難しい、ママでも分かってないねえ、おっさんふうにはむなぞなぞ、あのとパパはすごい得意ですでもなんか学校であのよく時間が余った時に先生がなぞなぞを出してくれるんですけど、あの本を借りてきて、それで答えるのは、うん、答えれたことないですなぞなぞ苦手です。ケングラさん、ボルトの匠グラスね、ボルトの匠グラスね海岸さん、クラスメイト、ムリちゃんを応援する仲間、おお素敵ありがとうございます、優しすぎるねえってママがずっと言ってるもん、いつも皆さん優しすぎるよねってうん、本当にあのこの皆さんの名札のお守りを持ってオーディションに行きます僕もママグラスに、褒めてママグラスに褒めてかな、もらいたいだそうです梅グラスさんが、僕もママグラスに褒めてもらいたいだってありがとうございますだってカフェグラスさん、ムリちゃん顔が隠れちゃってるよ、チンめぐらさんの名札ってお守りだったの？いや、お守りというわけで作ったんじゃないんですけど、そういう提案がけぐらさん、むりちゃんに会えるの信じてるよ、あいねー本当に受かって、あの SK 級規制に入りたいですお母様
皆さんが甘い分厳しくしてやしてくださいね。いつも厳しいですよ。ちょっと笑っちゃう。いちごグラスさん、本物の無理ちゃんに会ってみたいグラスね。でもあの総選挙とかでもしかしたら会ってたかもしれないですよ。本当にあの一祭りとかそういうあのライブとかに行ってたら公演は行ったことないんですけど、総選挙とかは、うん、もしかしたらね、こうすれ違ってたかもしれないです。あのでもあの私はあってたかもしれないんですけど、 SKE に入ってから会いたいです、ちゃんと。宮原さん、名札だけはガチなんで。名札、宮原さん名札。あ、でもカツタワーって書いちゃってる。嬉しすぎてベアグラスさんの名札に初タワーって書いちゃった。ハート100個突破、あ、ありがとうございます。ハート、これすぐ空気抜けちゃう。ありがとうございます。ハートあ、部屋の中が映っちゃった今。まもるさん、お風呂入ってきます。あ、入ってらっしゃい。ガツガツ、元気で前向きならいいこととあるね、きっとかな、あるね。あ、頑張ります。 SKE に入れるように。いちごグラスさん、SKE のむにちゃんに会えるのが一番グラスね。そうですね。マジでマジでって言っちゃった。本当にそうですよね。あの SKE の9期生としてあの皆さんに会えるのを楽しみにしてます。梅原さん、初タワー、そう書いちゃった。急に雨めちゃくちゃ降ってる。雨降ってる、降ってる、雷しか聞こえないけど。うん、すんまむさん、静岡7時前に雷鳴ってたよ。静岡ってあんまりちょっとしか違わないのに。ゴロゴロ、今気づ、あのずっと前から鳴ってて私が今気づいただけかもしれないんですけど。カウヨンさん、準備してるプレゼントが無駄になりませんように。あ、そう、マジでね。本当に頑張ります。あの皆さんのあの期待に応えられるように頑張ります、本当に。カビゴンさん、最終審査歌もダンスも大きくね。あ、ありがとうございます。大きく。ダンス、あのダンスは今すごい大きく踊れるように今すごい練習してます。あの一つの動作を大きくですね、ギシって。でもあのやっぱビデオ撮ったのをあの見返すと SKE の皆さんすっごいなんか踊りが力強かったです。梅倉さん、まあ何より楽しむのが一番グラス。確かにそうかも。でもあのそこで人生がマジで変わるので頑張ってきます。今まで受験生応援したことがないけど、ありがとうございます。周りの人見てると緊張しちゃうからあまり周りを気にしないで最初さ思いっきり楽しんできて。ありがとうございます、優しいお言葉を。ありがとうございます、もうありがとうございます。あのスクショしちゃおう。でめっちゃカシャってなる。うわ、雷すごい。有本さん、音聞こえますこれ。有本さん頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります。
ムニグラスちゃんが初めて、ありがとうございます応援してくださって、いちごグラスさん、この笑顔があれば間違いなく戦える、あ、ありがとうございます。緊張に負けずに頑張ってきます。でも緊張することは悪いことではないって聞いたことあります。でもあのウォーキングの先生が、あのウォーキングレッスンの先生が言ってたんですけど、あの緊張しないと、あの失敗するリスクが多くなるので、あの緊張に負けずに頑張るっていうか、みんな緊張はしてるので、その緊張に負けちゃったら終わりなので、負けないように頑張ります。楽しんでるグラスちゃんを見たら審査員もきっと笑顔になるよ。頑張ります。ケングラさん、マジで受かってほしい。ムニちゃんといろんなお話ししたい。私もマジで受かりたい。絶対マジでって言っちゃうけど、マジマジマジで受かりたい古いところで、キュウリ好き？ SK にはキュウリがキュウリ好きです、かなりキュウリ好き、びっくりした絶対受かりたいって言ったところにキュウリキュウリは好きです、大好き。あの前おやつにキュウリ一本何にもかけずに棒刺して食べたことありますヒロロンさん、こんばんは。あ、来てくれてありがとうございます。天使だね。いやいやありがとうございます。めぐらさん、マジ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 ティン、あ、うわティン、ふるってママがでもなんか私大体なんか時代、ま、なんかギャグの時代なんか 1,2 年遅れてるのでこういうダンスもあのなんかまだ6年生の夏休みぐらいにまだ恋ダンスやってました古すぎるだろって感じだけどまだあのあれです、あの恋ダンスとかまださ、春日井翔グラス、カッパグラス、カッパで、キュウリ、あ、キュウリね、カッパって本当にいるんですかあ、リュウキグラスさん、ハートたくさんありがとうございます。あとタコグラスさん、タコさんありがとうございます。あれあれあれ、なんかこのハチマキかわいいありがとうございます。モニタコモニタコありがとうございますハート100個受け取って、あ、ありがとうございます。梅倉さん、カッパはいるよ、友達に3人くらいいるあ、でも私の友達もカッパだらけかもあの給食でキュウリが出るとすごいみんなおかわりして、あの食べてからしかおかわりはできないんですけど、あのおかわりしたいんですけど、あの食べるのが遅いので、あのおかわりできないです、いつもすごいあのおかわり したくて、でも減らしたらおかわりできないので、すごい頑張って食べておかわりしてますえちごグラスさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。あとベアグラスさんもタコありがとうございます、ありがとうございます。あと梅グラスさんもタコありがとうございます。連続だ、やったありがとうございます。あれ、信じるか信じないかはあなた次第らしいの、それ、おお、素敵なお言葉神野さん、 USA は踊れる、あ、踊れます。運動会であの USA ってやつやりました。でもなんか運動会でやったのは
なんか子供でも踊れるダンスで、なんかこれは一緒なんですけど、ここはでもちょっと最初の部分はちょっと違うんですよね。なんかキッズでも踊れる簡単ダンスっていうのを先生たちが見つけて、それを踊ったので、ちょっと本物さんたちが踊ってるのとはちょっと違うんです。あ、エゴグラスさん、タコさん、ありがとうございます。あ、はぁ、歪んでる歪んでる、ありがとうございます。ジェレミーさん、こんばんは。62番、あなたはとても可愛いです。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいです、すごい。あ、ラッキーグラスさん、こんばんグラス、こんばんグラス、来てくれてありがとうございます。お寿司のカッパ巻きでもあるよ、いつ、え、カッパ巻きもあるよ、いつも巻いてるよ。あ、カッパ巻き、きゅうりが入ってるやつ。お寿司屋さんで食べます。鉄火巻きとカッパ巻きはよく食べます。今事務所所属大丈夫？いや、所属してません。大丈夫です。アブガンさん、ムニちゃんが大暮れキャラやってくれると、杉山愛花さんが喜ぶかも。大暮れキャラ、大食いキャラ、あー、大食いキャラ、大食いは自信ないかも。でも今日はカレー3杯食べた。自慢これ。でも食べるのが遅いのでちょっと微妙ってところです。何歳ですか？12歳です。小学6年生の12歳です。ピッピッピッ。春日井翔さん、グラスさん、春日井翔グラスさん、カレー上海、あ、上海です、上海、上海食べました。面白い。上海すごくないですか、大盛りの。名古屋市内、うん、違います。ねえ、ボン、梅ねりさん、梅ねり。梅ねりさん、こんばんは、初見です。もはや娘だな。んこんばんは、わ、はじめまして。小学6年生の12歳の62番です。よろしくお願いいたします。お願いします。あと来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、おにぐらしさん、タコさん、ありがとうございます。あ、めっちゃ変な感じになっちゃった。タコさん、ありがとうございます。あ、ねえ、ポン、梅ねりさん、あ、来てくれたばかりなのにありがとうございます。ハート、ほ、ありがとうございます。ハート、花、花ない花、ありがとうございます。ポコ。ありがとうございます。梅倉さん、綺麗なラーメンと汚いラーメンどっちが好き？綺麗なラーメン。そりゃ綺麗なラーメン。ベアグラスさん、こちらこそよろしくグラス。すがきや、あ、すがきや、美味しいです、大好き。これを言っちゃっていうかあれなんですけど、まだ1個のちょっとラーメン多いので、お子様セットのラーメン頼むと、ご飯もついてくるし、ラーメンちょっとのサイズで、あとジュースもついてくるから、いつもスガキャではお子様ラーメン頼みます。ラーメン、うん、ラーメン屋さん行くと絶対お子様ラーメンかも。だからなんかお子様ラーメンって絶対おもちゃがついてくるから、おもちゃはおい弟が選びます。マザイ、マザイって何？
カビゴンさん食べる速さ、北野ルカさんとどちらが多いか競争しよう。あ、遅いか。あ、でも急いで食べたら早くなるかもしれない。でも遅いからな。あなたはとても面白いです。あ、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。 Thank you, thank you very much。 かけしたら5年後ぐらいが楽しみだね。5年後、 1,2,3,4,5、 まだ17歳。まだ20歳にもなってない。明日無理暮らしちゃんに食べてもらうつもりで泣こうかな。ください、ください。頭の上に乗ってるやん。あ、本当だ、本当だ。頭の上に鼻乗ってた。鼻ありがとうございます。気づかなかった。タコグラスさん、あ、鼻ありがとうございます。あとハートもありがとうございます。頭の上に乗ってるの全然気づかなかった。そりゃそうだよね。タトリジャリさん、コンマグラス、あ、来てくれてありがとうございます。今日の昼はつけ麺食べた。あ、美味しそう。私つけ麺大好き。今日の昼は学校の給食でパンと何だったっけ、シチューと野菜とかぼちゃのメンチカツかな、だったっけ。かぼちゃのメンチカツは美味しかったんですけど、あの野菜がなんか冷たくてじゃなくて、なんかあったかくてあんまり。でもあとは美味しかったです。シチューとか。 GTO さん、ムンちゃん今俺の足、うわ、足元で俺の飼ってる犬のチワワが寝てるよ、かわいい。チワワ、わかります、わかります、かわいい。けんマザイ、ハマジっていう意味だよ。ハマジもわかんない。ハマジ、ハマジ、ハマジって書いてあるじゃん。は、漫才は、あ、マジっていう意味では、そういうこと。マザイは、マジという、あの、そう、マザイ、マザイ、マジ、マザイは、マジ。ありがとうございます。スガキ屋のクリームぜんざい、あー食べたことない。ないないない。いつもあのスガキ屋のソフトクリームのあのいちごかかってるやつ食べちゃう。サンキューサンキュー、センキューセンキュー。あなたはピンク大好きで、薄ピンク大好きです。服もピンクです。あ、タコさんが飛んできた。ケングラスさん、タコさんありがとうございます。あ、目が。ありがとうございます。あとハートたくさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ペコリペコリ、ありがとうございます。ちょっとない、ここしかちょっとない。学校の給食にソフト麺出る、あ、出る出る、出ます、出ます。でもあの4年生か3年生まではソフト麺1個食べれなかったんですけど、もう全然いけます。でも1個だとちょっとめっちゃお腹いっぱいになるんですけど、半分だと足りないぐらい。ただ重いけどね、学校、うん、でもソフト麺のなんかソフト麺のなんかラーメンみたいのが好きです。中学校給食、中学校お弁当、お弁当なの、中学校お弁当らしいです。
まだ中学校の道も分かんない制服と自転車を買ったのに中学校どこにあるか分かんないはわわって読むよ。あありがとうございます。ケンガヤさんハート100個受け取って、あどこかないってありがとうございます。ありがとうございます。あ、勝利の画面が伝えるソフト麺食べたことか。あ、ソフト麺、ソフト麺が給食で一番好きです探したらさ、7日に合格発表するそうですよ。7日SKE の歌はどれが好きですか。恋を語る詩人になれなくてって歌が好きです。あの恋を語るってやつちょっと違う、ソフト麺小学校の頃好きだったグラスね、好きです。今ちょうど給食が多かった記憶しかないな、少ねという記憶しかない、給食が多かった記憶がない、少ない、でもなんかすごい全然お腹膨れない時もあるし、すっごいお腹膨れる時もあります。なんか麺の時は食べるのめっちゃ遅くて一番最後、あのみん給食食べたら歯磨きするんですけど、もうあの食べもう私がまだ食べてる間にみんなもう歯磨きしちゃって、やばいやばいと思って急いで食べました給食はかぼちゃの揚げ物好き、グラス、かぼちゃ結構出る学校犬タイ派寝てるんだけど重くなってきた、あーここで膝犬タイむりちゃん俺の妹にしたい、やん嬉しい詩人いい曲グラスね、よね、いい曲最後に全身コーデ見せて、全身コーデ、はい、でででででん、こんな感じですですです地域差だろうね、給食か弁当か、中学校弁当なんだ父さん SKE で一番好きな曲はチョコのムスなの、チョコのドレイ、あーわかりますわかります8期生もショールームが終わって3日後に発表があったので、わかんないですだからさ、あ、こっちにも雷鳴ってきた、やっぱりうちの曲が一番グラスね猫が好きですか。あ、猫、好き、でも怖い時もある、なんかあの私の近所ちょっと田舎なのですごい、なんかそこら中に猫がたくさんいて、道路とかに学校から帰ってくるとき猫って普通ドンってやるとジェ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 って逃げてくじゃないですか、だけどドンってやっても全然逃げなくて、このままずっと座っててめっちゃにらみつけられて怖かったですすっごいめっちゃ真っ暗な黒で、白の猫もいたんですけどめっちゃにらみつけられたあ、のさん、ハートありがとうございます。あ、エゴグラスさん小判ありがとうございます。どこまで行ったっけ、7日に9期生合格発表が発表なら8のポートメッセで会える、7日今日が4
じゃあ次合作語なんだ。よくわかんないな。ネックレスつけてる。そうです。GTO さん一回だけいいからお兄ちゃんって呼んでみて。お兄ちゃーん。お兄ちゃん。さっきさ、初見です。あ、来てくれてありがとうございます。62番の小学6年生の、あ、聞いちゃってる。12歳です。身長は157センチです。よろしくお願いします。戻りました。お帰りなさい。こんばんぐらいです。あ、来てくれてありがとうございます。栄え、しかかったん、栄え、優勝。自転車乗るときヘルメットかぶる。そりゃかぶります。かぶらないとなんか学校の先生とかがよく回ってたりするので、なんかもうかぶってないとなんか押して帰ってって言われます。乗ってっちゃダメって。雷鳴ってる。あ、みんな鳴ってますね。じゃあ栄、最高、栄、栄、いや全然これ違う。ハート100個突破。あ、ありがとうございます。我が軍の曲は前のめりしか買ったんぐらいですね。あ、前のめり、あー曲が、なんかいろんな曲が聞きすぎてごちゃごちゃになっちゃってる。多分聞いたらわかると思います。今日のお洋服も可愛いの着て、可愛いお洋服着て、で、あ、ありがとうございます。ネックレスもしてます。お兄ちゃんお兄ちゃんです。はーい。1週間で短いね、あっという間。はい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 、めっちゃ返事する。小学生です。小学6年生の12歳です。お、丸って呼んで、お、お兄ちゃんいっぱいいる、いっぱいいるグラスよ。いっぱい。どこで生まれたの？どこで？愛知県。NG ワードか。うん、星が。あ、堀くんさん、こんばんは、久しぶりでございます。こんばんは。お久しぶりです。来てくれてありがとうございます。僕お兄ちゃんじゃなくて弟って呼ばれたい。梅グラス弟。うん、弟だって、弟のことを弟ってそのまま呼ばない。あとちょっとしかない。もう5分前。10位いよっかな。じゃあランキング、今日のランキングをいきます。13位からいきます。13位マゲさん。12位春夏さん。11位エチゴグラスさん。10位ケングラスさん。9位ジェレミーさん。8位りっちゃんさん。7位スーハさん。6位カビゴンさん。5位風の音色さん。4位こんにちワンさん。3位エゴグラスさん。2位クッキーさん。1位はビアグラスさんです。ありがとうございます。ペチ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 。あ、ハートたくさんありがとうございます。パチパチパチ。パチパチパチ、皆さんありがとうございます。最大に大きい拍手。あれ、待って、あれ、おお。お、すげえ大きい。ありがとうございます。皆さんパチ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 、蜂がパチ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 って初めて知った。むにちゃんとふたばちゃん、この二人は絶対合格してほしい。合格したいです。頑張ります。ベアグラスさん、まさに、ベアグラスさん優勝、
優勝です。ありがとうございます。ちょっと上品に。明日もキー、明日も楽しみにしてるくですね。あ、明日最終日なのでぜひ皆さん見てください。あっという間、明日で最後ってマザイサビ、明日で最終日です。明日も来るからですね。あ、明日も来てください。上品グラスね。ピチパチピチパチ。絶対見えるグラスね。あ、ありがとうございます。明日も見るグラスよ。あ、ありがとうございます。明日も了解ワッチ、了解ワッチ。明日も来るグラス、あ、明日も来てください。目指せ栄のエース、頑張ります。まず SKE の空気声にまず入りたいです。まずっていうか入りたいです。明日も了解を、明日忙しいからタコだけ投げに来るグラスで、あ、ありがとうございます。ディリリー、ありがとうございます。皆さんハートやタコさんとか、ハートとか、星とかたくさんありがとうございます。毎日タコさんがすごい。いっぱい。明日は合格向けての意気込みを言ってね。あ、了解落ち。最初はこんばんグラスでいいグラスか。あ、じゃあ皆さん明日も最初はこんばんグラスで。こんばんグラスでいいグラス。明日は赤いパーカーグラス。赤いパーカーなかったんですよね、探したけど。どっかにはあると思うんですけど、なんかあれなかったっけ。何、あ、もう7時56分、あ、59分。最後の締めが私下手なんですよね。なんて言う、本当に皆さんいっぱい星とかハートとかタコとかなんかいっぱいありがとうございます。本当に明日が最終日なので、ぜひ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 見てください。噛んだ。ぜひ皆さん明日も見てください。親グラス、本当に皆さんありがとうございます。明日はぜひ最終日なので見てください。さようなら、さようなら、おやすみなさい。